アスリートの哲学へようこそ。今日は誰も教えてくれない地震の正体。地震という言葉はね、よく聞くと思うんですけれども、その正体は一体何なのか、それについて少し話していきたいと思います。よく地震はありますかとかね、聞かれたり聞いたりする人多いと思うんですけれども、とかまた、試験とか競技会とか、いろんな場面場面でね、地震を持っていけと、頑張っていけと、自信をもう、持っていけば大丈夫なんてこう言われることは多いと思うし、そういう声をかける方も多いんじゃないかなと思うんですけど、じゃあその自信というのは一体どうやって得ていくのかということを、自信を持っていけと言った人に聞いてみてもね、おそらく明確な答えを言ってくれる人は少ないんじゃないかなと思います。よくね、スポーツの世界でもテレビでもよく言われますけど、勝ったらね、自信がつくんです、今日勝ちましたね、勝ったから自信がついたでしょうなんてい こうインタビューがあったりするんですけれども、勝って自信を少し増やしていくということはあると思うんですけれども、じゃあ最初の1勝目、一番最初の勝利というのは自信がない状態なのにどうして勝つんだという疑問にたどり着くわけですね。最初の一勝、これを挙げるときには自信がないということであれば勝てないわけだから、最初に勝つ前に自信というものがなければ勝てないんじゃないかと、というところから自信についての研究が始まりました。私は2009年からレッドブルエアレースというね、レースシリーズで世界中を転戦して回って、世界の強豪パイロット約14人をね、の中に入って競技をずっと続けてきましたけれども、ここにいるパイロットたちは本当にね、自信満々な人ばっかりですね。そのエアレースの世界に入る前のね、トレーニングのキャンプにいる時でも、私2008年にトレーニングキャンプをヨーロッパでずっとこなしてね、同期のエアレースパイロット4人いるんですけど、その他にも2人いて、その6人のグループでトレーニングをずっとしていましたけれども、全員が全員、いや俺は結構ね、自信あるよと、できるよということを言っていました。でも訓練の最初の方はね、僕の方がちょっと技術は上だったりして、僕の方が少し上手い時期もあったんですけど、それでも彼らはね、いや俺はもうすぐ上手くなるからということで、ずっとそういうことを喋っていたのがすごく印象的ですね。日本人の場合ね、謙虚さみたいな、その謙虚であることの美学みたいなものがあると思うんですけれども、こういう競技の世界とか自信を作り上げるという場面においては、その謙虚さというものが決してプラスになるばかりではないと、ということは経験として分かってきています。2002年にスホイという飛行機を買って、その飛行機をこう飛ばしていくのにね、コーチと呼べるようなすごいパイロットの元に着きました。ユルギス・カイリスというすごいパイロットのね、元でトレーニングをすることになりました。ユルギスはコーチというよりはね、仲間として、僕をエアショーの世界、世界中のね、インターナショナルなエアショーの世界に連れてってくれた恩人なんですけれども、彼と一緒にこう過ごす中でね、彼のこうメンタリティの強さというのをすごくこう感じていました。思い出深いのはね、ニュージーランドのエアショー、ワナカというね、南島の大きい飛行場のエアショーがあるんですけれども、そこのエアショーに行った時に、僕ら夜暇だったんでね、少しこう釣りに行ったりしたんですけど、うなぎ釣りとかをしてね、でこんなでっかい大蛇みたいなね、うなぎが釣れるんですよ。でそれをね、釣り上げて、結構初日はこの仕掛けも全部取られて釣れなくて、1回2回3回とこう毎日そのチャレンジしてうなぎ釣りを挑戦していたんですけれども、結構待ってる時間も長い間にこう喋ってるとね、彼が曰く、いや俺はね、
自分でこうやろうと思ったことは絶対できるんだと。だから今日もね、釣り上げるまでいるぞということで言ってるんですね。でもね、一つだけね、俺は何でもできるんだけど一個だけできないのがあると。この釣ったウナギをね、多分俺は手で捕まえられないと。それだけはどうもできないけど、それ以外は俺は全部できるというふうなことを言っていて、まあうなぎをつかめないけど全部できるっていうのは自信なのか何なのかね、すごく大きなことを言ってるだけなのか、その時はね、どういうメンタリティでそういうふうなことを喋っているか分かんなかったんですけれども、その後2010年からメンタルトレーニングを僕は開始をして、そこで最初に習ったことは、この自信というものは何かの結果から得るんじゃなくて、何か結果を得るために自分自身で作り上げるんですよということを聞きました。これは本当にね、びっくりする内容で、自信を作り上げるって言われてもね、どうするんだという疑問もあるし、やっぱ僕自身も結果が得て、努力した結果自信というのはできてくるんだというふうに思っていたので、すごくこうびっくりした覚えがあります。この自信というもの、英語で言うとセルフコンフィデンスと言いますけれども、この自信イコール結果、パフォーマンスですね、自信イコール結果になるんだということをメンタルトレーニングが教えられました。じゃあ自信があれば結果が出るのかと、そんなに世の中甘くないんじゃないのというふうにこうとっても思っていましたね。だって自信満々でいったら結果が出るんだったら、そんなにね、簡単なことはないじゃないかというふうに思いました。でも本当の自信というものと、まあ、自分がその時描いていた自信というものが大きく違ったんですね。自信というものはどこから来るかというと、自己像、自分自身のイメージ、セルフイメージから来るんだと。だから自分自身は、僕は何でもできると、やろうと思ったことはできるんだというふうにこう自分自身が本当に心の底から思っていると、その自己像、セルフイメージ自体が自信を作っていくんですよと。その自信こそが結果を生み出していくと、ということを習いました。ではこの自己像というものはね、一体どうやって作られるのか、まあ、いつの間にか出来上がった私のイメージがあるわけですね。このいつの間にかできたセルフイメージというものは一体どうやって作られるのかというと、やはり言葉で作られていくんだろうと思います。人からかけられる言葉がけで大きく変わっていくんだと思うんですね。ですからこう成長する段階で、まあ、当然ね、両親には多くの言葉をかけられると思うんですけれども、そういった言葉で自分のイメージというのは結構できてくるんだと思います。まあ、その育つ際にね、あなたはいやできるよ、頑張ったらできるんだから、でも今回はね、たまたま失敗したのよって言われるのと、あやっぱり失敗したのねって、あんたはやっぱりこういうチャンスをものにすることはできない感じなんだよねって、同じ事象のこともこういう違う言葉がかけされるだけで、その本人の自分自身のイメージは全く違う方向にこう作られていくと思いますね。まあ、たとえそれがね、失敗したとしても、まあ、今回は失敗したと、でもあなたはできる人だから頑張ればできるんですと言われるんであれば、次にね、また頑張っていこうという、で自分自身はできるはずだという思いが心にこう積み重なっていくわけですけど、こういう言葉の一つずつが薄皮のように何百何千何万と積み重なってくると、自分自身のセルフイメージというものがだんだん確立するしてくるんだと思います。でもこれね、両親も含めて他人は変えられないと、他人を変えることはできないので、これはもうどうしようもないのかというふうにこう諦める人も多いと思うんですけど、でもね、もっと喋っている人がいて、というのは自分自身は自分のことを言葉には出さなくてもいつも喋ってるんですね。なんか
失敗した時も、ああ自分はたまたまねコンディションが悪くて失敗しちゃったなと考えているのが、私はねやっぱりねこういういい場面になるとねうまくいかないのが私らしいんだよねって自然と喋ってしまうのか、これ自分自身にこうやって話しかける言葉の方が他人にかけられる言葉よりずっと多いので、しかもずっと喋り続けてますから、この自分自身の言葉はね変えられるわけですね。ですからこの変えられないという要素を、まあ愚痴ってもね始まらないと、他人の言葉がけとか他人に何か言われたこと、まあこれについて文句を言ってもね、まあ何も変わっていかないんだと思います。でも自分自身はね変えることができるし、自分自身にかける言葉っていうのは自分で選べるので、自分の選択で変えていけるんですね。まあそういうことを言ってもね、でもやっぱりねそんなに、いい言葉を自分自身にかけるなんてちょっと無理だよねって僕自身も思っていました。2008年にエアレス出るためのトレーニングキャンプで他のパイロットたちとずっとトレーニングをしている環境の中でも、やっぱ他のパイロットたちは空軍の、ね、トップパイロットだったり、まあ、家が飛行場だったり、まあ、両親が飛行機持ってて、もう物心ついた時から飛んでる、まあ、そういうパイロットたちばっかり で彼らと一緒に勝負をしてもね、なかなか追いつけないわけですよ。だから彼らはねすごいけど、いやでも僕は日本で育ったし、そのあまり飛行機に乗れない環境の中で負けてもしょうがないよねっていうふうに思ってましたし、そういうふうに自分自身に話しかけていたのをよく覚えてますね。まあこうやって自分自身に話しかけているうちっていうのはやっぱり勝てないし、彼らに追いつくこともできなかったんだと思います。ところがまあそれをいろいろ改善してね、2017年にワールドチャンピオンを取るわけですけれども、そして取るとね今度周りの人から逆に言われるんですね。こうやって自信について少しお話をすると、いやあんたはね勝ったからそんなこと言えるんだよ、そりゃ優勝したらね好きに言えるけど、でも勝ってない我々とかワールドチャンピオンじゃない人は自信なんて持てるわけないじゃんというふうにね、やはりその2017年以降は言われることがとても多くなりました。でもねやっぱり自分自身をねこう喋りかけてあげて、この自己像を変えていく、そして自信を作っていくと、こう言いますけど、じゃあ自信を作ったら勝てるのかという話になるわけです。パフォーマンスが本当に出るんですかということで、自信ができて勝てるならそれは甘くはないと、ね、そんなに甘くもないと思います。ただねこう人間の脳というのは普段ほとんどこう使っていない部分が多いと、自分たちで意識して使える部分というのはほんのわずかしかないというふうにも言われています。だから休んでるこの脳をね稼働させてあげる、自分はできると、自分はこういうことがしたい、明確に脳に信号を送ってあげることで眠っている脳が動き出すんですね。そうするとね不思議なことにこう周りに転がっているチャンスというのが見えてきます。もちろんトレーニング自体もしなければ競技は勝てないんですけれども、どういうトレーニングをしたらいいか、どこまで追い込んだらいいのかということも含めて脳が理解をして体を動かしていくので、その無理に頑張らなくても自分自身あまり意識することなく行動が変わっていきます。そうすることでね、その自信というものをエネルギーとして結果が出てくるんだと思います。